里崎チャンネル。じゃあこんにちは佐藤さん、またちょっと嬉しい、また報告が、毎日あるっすね。じゃ、私が嬉しいんじゃない、佐藤さんが嬉しい報告ですから。何ですか。昨日25歳の美女とちょっとご飯食べてたんですけど、巨人ファンらしいんですよ、大の巨人ファン、で、里崎チャンネルをもう最初のビックリマンの頃から見ていると。25歳、はい、女子ですよ。女子で、はい、おで物好きもいますね。まあ、巨人ファンなのに、なんでその里崎さんを見てるんだって言ったら、巨人ファンだけど里崎さんだけはもう現役時代から大好きなの。25歳なのに。はい、わお。おだから、佐藤さん、佐藤さんの何がそんなにいいのって言ったんですよ。聞いちゃったっすか。はい、そしたらもう、まあ、プレーも素晴らしいし、もう解説者としてもダントツ面白くて、もう佐藤さんが出てる番組は全部見るって言ってました。ありがたいですね。可愛い女の子が、しかも25歳。はい。わお、ま、いや、そう、佐藤さんのファンって私おじさんばっかりだと思ってたんです。僕の違うす、おじさんです、はい、僕のファンは子供と、はい、奥様方です、そうなんです、が多い。中間層が抜けてるんですよ、はい、中間層は西岡とか、あ、そこら辺が、はい、持って行ってて、はい、僕は上と下だったんですけど、うん、いる中間層いたんですか。いや、だから若い女子にも佐藤さんモテるんだと思って。しかも25歳ですもんね、はい、現役の時って言ったら10年前だから15歳とかですよ、はい、そうです、そうです、その頃から見てるって言って。いや、ありがたいですね。はい、センスありますね。見てる巨人界だから絶対見てると思います、ね、はい、しかも、はい、99.9% の人はお前、そんなのお前、裏でやっとけっていう話ですよ。最初のアイディングトーク大事じゃないですか。そうですね、はい、気分良くなったっすね。そう、はい、テンション上げていった方がね、さすが、さすがです、はい、はい、ということで今日は、はい、ジャイアンツ、ジャイアンツ、はい、というところで、はい、ドラウトはね、投手4人、捕手1人、内野2人、外野0っていうね、はい、ドラウトでしたけど、原監督、非常にいいドラフトでしたと、はい、バランスがよく100点に近いと思いますと、うん、佐藤君を取れなかったのは残念ですが、抽選は福があってほしいという気持ち1点でしたと、うん、はい、っていう。僕何て言ってました。巨人は、まあ、佐藤君に行くだろうっていうところと、うん、まあ、パワー系の外野手が欲しいねっていうのと、うんうん、まあ、先発を補充するだろうっていうことですね、うんうん、だからまあ1位はね、佐藤君行って外して、はい、次が平内、はい、龍太投手、アジア大学から、うん、最速156キロの力強いまっすぐ、ツーシーム、スプリットで打者を圧倒するというところでね、はい、3月になんか肘のクリーニングね、うん、手術したらしいですけど、はい、秋のリーグ戦では優勝、うん、何シーズンぶりだったかな、8期ぶり、うん、だから4年ぶりぐらいですかね、はい、で優勝を決めて、うん、最高殊勲選手、あと最優秀投手賞と、はい、でベストナイン、うん、獲得して、うん、結構いいとこ投げてましたよ。そうですか、見ました、見ました、見ました、うん、だから何気にいいかもわかんない、はい、もうすぐ怪我が投げればね、うん、いきなりいけるかもわかんないですね、はい、でやっぱりそのピッチャーいないからね、うん、そういったところでも、でまあ抑えとかもやってる経験もあるんで、はい、多分先発なら次どっちでもいけると思うんですよね。書いてありますね、先発も救援もこなせる実戦派っていう、だからその今ジャイアンツのね、足りないピースのところにはまるかもわかんないんで、はい、ちょっと1年目から何気に期待ですね、うん、そうですね、はい、もう出てくるでしょうね、きっと。ここ最近はね、ちょっと昨年もね、うん、奥川、宮川外して、はい、堀田選手行ってね、ちょっと怪我もあって、はい、手術もして、まあ、育成に切る、書いてましたけど、はい、そういったところでは、1年目からひょっとしたらね、いけるかもっていうね、うん、それぐらいいいピッチャーかなっていうところもありますね。はい、で2位が東海大学から、山崎問題あるんで、ありますね、このちゃんと見とかないと言われちゃうですからね、はいはい、この方は山崎ですね、伊織選手、はい、明石商業から、うん、明石商業から、中森じゃなかった俺、はい、明石商業違う、そうですね、確かに巨人佐藤君の次中森君行くんじゃないかって言ってましたもん。ああ間違えた、明石商業出身の山崎選手と間違えたんです。間違えたんですか、明石商業つながり、そう一緒ですか。まあ、はい東海大学から、はい、最速153キロの直球と変化球を使い、昨年春秋連続リーグ MVP と、はい、技巧派と、うん、最速153キロなのに技巧派というところは分かるでしょ、はい、僕の言ってることが、マックスは5キロ減、ジョージは10キロ減っていう、はい、この春にトミー・ジョン手術だから、うん、多分来年リハビリですね。そうですね、はい、6月にトミー・ジョンなので今年もまあ飛ばしないんですね。そうですね、だから、うん、だからもう未来に向けてだね、はい、ここは、まあ、あとは東海大学ね、
原監督の母校っていうところもあるんで、はい、その素材を買ってね、うん、っていうところの2位指名かなと。で3位、中山礼都選手、中京大中京内野手、 50m5 秒9の俊足、打撃選手にも優れ、強肩で守備範囲が広い、ね、だからまあうまく育てて坂本の次をっていうところでね、まあ、坂本もあと10年ぐらいは楽勝でやるでしょうけどね、まだ31歳だから。そうですね、41にまでやると、うん、だからだって31歳、はい、10ヶ月で2000本中、すごいですね、うん、早いですね、うん、でもこれはね、うん、理由があるんですよ。はい、この31歳10ヶ月で2000本打てた理由、うん、はい、一番はそれは本人に能力があったからね、うん、そりゃそうですね。それ以外で大事な要素が2個あります。なんだろう。さあそれを浜田さん答えれるか。打順が上の方にいるから回ってくる。それにします。巨人にいるから。それにします。2つあるんですよね、うん、じゃあこの2つ。残念っていうね巨人にいるから関係ないですね。1つは高卒っていうところです。ああ、まあそうですね、確かに。やっぱりその若くして取るってことは若くして入んなきゃいけないんで、はい、まあ、なかなか大卒社会人って、だから大卒社会人からだから宮本慎也さんとか、うん、古田さんとか、はい、大卒社会人卒で2000本打ちましたけど、はい、そうなってくるとやっぱ31歳無理ですね、うん、だって実質25歳の時が1年目だから、はい、6年でっていうのはなかなか難しいです、はい、だからやっぱ高卒っていうところが、まあ、一番大事なわけですよね、はい、でもう一つは運っていう、運要素めっちゃ大事なんですよ。え、何の運ですか。試合に出れるっていう。まあまあまあ、だこれ絶対的な人がいたら試合に出れないんですよ、はい、あ、そうなかなか早くから、はい、だからこのね、まあ、もちろんその運を掴んだ坂本がすごいんですけど、はい、うん、でもこの運って能力があるから訪れるわけじゃなくて、はい、そのチームの年齢の偏りとか、はい、もしくは怪我とかで、うん、今回の場合は坂本多分2年目から出たと思うんですけど、はい、二岡が怪我して、うん、でチャンスを得て、でそれを掴んでここまで来てるんですよ、はい、だから掴めなかったら終わりですけど、うん、だから掴む能力があったのはそれがもう一番なんですけど、うん、そういう運もいるんですよ。そうです、試合に出られる出られないってありますもんね、うん、で万が一二岡が怪我しないで、はい、もうちょっと長くしてたら、はい、ひょっとしたら出てきたでしょうけど、はい、もうちょっと遅かったかもしれないです。5年目6年目になってたかもしれないですね、うん、でそうすると、うん、31歳10ヶ月で2000もいかなかったですね、はい、で中日の洗い場、はい、でこのどの、坂本はどの上の外れなんですよね、多分、うん、だからどの上が中日行って、はい、洗い場にいたから試合出れないんですよ、うん、でもし坂本も能力があってもそれがあったら出れない、出るのが遅くなるじゃないですか、はい、そしたらピークに行けない可能性があるんで、うん、これ運もいるんですよ。そうですね、だから巨人とかじゃないんですよ、うん、そのちょうどいい合間に入っていけるかどうか、はい、年齢の分布、うん、ポジションの能力値が高い低いの分布によって変わるんですよ。そうですね、高卒2年目からなかなか出るって難しいですもんね。そうです、本人能力があったのは一番なんですよ、うん、ここは間違っちゃいけないんですよ、はい、でもその運がいいんですよ、うん、そうですね、能力高くてもそれより高い人がいたら、うん、だから僕は言うんですよ、12分の2で1分の2だったら12分の12で1分の1の方がいいって言うんですよ。わ、うん、かります。わかんないですわかんないです。12分の2、うん、いわば12球団で、はい、2番目のうまさだったとしても、うん、はい、1分の2、そのチームで2番目だったら補欠なんですよ。ああ、そっか、はいはいはい、12分の 1、うん、一番上手い人が同じチームにいて、はい、同じポジションで他にも移動できなかったら、はい、12分の2、12球団の2番目に能力高いのに補欠になるんですよ、はい、うん、そうですね、もう上手い人が自分の球団にいたら出られないじゃないですか。出られないじゃないですか、うん、で他にもコンバートできなくて、はい、他にもいたら上手いのに出れないじゃないですか、はい、そしたらこれが12分の2からどんどん下がっていくんですよ、はい、12分の10でもいないところに行ったらすぐ出られますよね。そうです、だから12分の12、うん、12球団で12番目に上手い、うん、はい、でもそのチームの1分の1だったらレギュラーなんですよ、うん、そうですね、でそうすると試合に出たら12分の12だったのに10、9、7、5とか上がっていく可能性あるじゃないですか、はい、能力が、うん、これが大事なんですよ。そうですね、坂本はいい形でそのパンって世代が変わるときに入れたっていうところが、うん、まあ、この若さでの達成なんですけど、うん、あと10年はポジションにこだわらなかったらいけると思うんですよ、はい、だからサードとかね、うん、っていうところにセカンドとか、うん、はい、もしくはコンバートしていけばあと10年いけるんで、うん、そしたらその日本球界だけの最多安打張本さん、うん、3000ちょっとだったと思うんですけど、はい、それ抜けるいけますね。
大きな怪我なければね、うん、ポジションをこだわらなければ、はい、いうところで、うん、そこはちょっと見てみたいですね。そうですね、有本さんを超えるね、はい、記録を、うん、で全然いきそうだ、はい、そうこうなった時にこの中山がうまく育ってこれればいいかなっていうところのね、はい、18歳ドラフト3位だと思うんですよね、はい、で4位が伊藤祐介選手、三菱パワーシステムズからピッチャー23歳力強い直球で打者を押し込む、はい、力投派うわで5位が秋広優斗選手、二松学舎から内野手、4番でエース二刀流高校通算23本塁打長いリーチで広角に長打してます。で6位が山本一輝選手、はい、中京大学から投手無知のように腕を、やっぱピッチャー多めなのはやっぱちょっとピッチャーがね、うん、薄いっていうところで、まあ、そこをまあ多くまとめたかなっていうね、うん、であとキャッチャーが1人最後、萩原哲、はい、創価大学ねっていうところで、うんうん、まあバランス的にはいいかなって。でも外野いなかったですねいなかったですね佐藤君も行って辞めて、あとはもうそうですね、だからいなかったのか、うん、まあ外野は別にと思ったのか、うん、まあでも外野よりピッチャーかなっていうね、まあ、そこを厚めにしたんでしょうね、うん、であとはまあ外国人のねウィーラーとかもいるし、まあ一つはね、はい、ウィーラーと丸が埋まったあと一つだけじゃないですか、うん、っていうところもあるんで、ひょっとしてんでパーラーもなんか対談濃厚みたいなんで、はい、新外国人っていう可能性もあるんで、うん、まあそういったところはまあ他の補強で補うのかなっていうね、うん、で育成でね岡本博人選手、米子東、はい、内野手、2位が北龍介、京都先端科学大学保守、3位笠島直樹、敦賀気比投手、4位木下元也、横浜高校投手、5位前田元気、前田健気保守駒大、6位坂本隼人、そうこれはちょっと話題になりましたね、はい、はい、同姓同名っていう、そうですね、すごいですよね、はい、で、7位が戸田夏樹選手、はい、四国アイランドリーグから、うん、投手で、8位阿部健雄、札幌大谷投手、9位奈良木陸選手、筑波大学から投手、10位山崎雄介、福山大学から投手、11位星名光一、はい、創価大学外野手、12位加藤蓮、東海大海洋学部、うん、内野手、12人、全部で19名ドラフト、はい、すごい。だまあ三軍制を引いてやるとこれぐらいはできますよっていうね、うん、で誰か出てきてくれたらラッキーみたいな。あと原さんちょっと血の入れ替えをするみたいなこともね、だもうね、うん、こんな言い方したらあれですけど、うん、使えないのは早めにやめさせた方がいいよ、次の人生もね、うん、成功しやすいし、はい、あそっち派ですもんね、そうそうそう、うん、誰かと長くやってもね、はい、チームにとっても本人にとっても良くないんで、うん、まあ、バン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 ね、はい、でそのなんか使い捨てかっていう人たまにいるんですけど、うん、どこの社会でも一緒ですよね、まあ、だっていわばですよ、うん、育成って契約社員なんで、はい、いわばね、はい、どこの会社もそうでしょう、うん、契約社員、はい、そ, そのなるの覚悟で行くしかないですね、うん、でも夢はありますよっていう、そうです、出てくる可能性はありますから、そうそう、だからそのね、あの3年縛りがあるんで、うん、3年経ったら一応全員あのウェーバー自由契約にしなきゃいけないですよね、はい、でそれでまた再契約するか、うん、もしくはあの今年ヤクルトに行ったソフトバンクから長谷川選手みたいに違う球団が試合外で取りたいって言ったら、うん、そっちに行ける権利は出るんですけど、はい、3年で1回リセットしなきゃいけないんで、うん、だ要は育成選手っていうのは基本3年以内の勝負なんですよ、はい、だそれがチャンスをものにできるかできないかは本人次第なんでね、うん、そこにかけるかかけないかどうするかっていうね、でもね、あの甲斐選手も言ってましたけど、その見てくれてるのは巨人だけじゃないんだぞっていうところ大事ですよね、他の球団見てくれてるかもしれない、で三軍戦を引いてたら最悪三軍の試合で出れるんで、はい、三軍戦を引いてないチームの育成はちょっときついですね、試合出れないんで、うん、だからもう、だからこれはね、行くか行くか、だからなんか、どっかのオリックスかどっかが指名した選手が行くかどうか迷ってたけど最後行ったみたいなね、はいはい、育成契約になってましたけど、うんうん、もし自分の子供がって考えて俺だったらね、はい、高卒だったら育成はやめとけって言うんですよ、あ大学出とけと、大学行けと、うん、でそれでもし育成から這い上がって上手くなるぐらいだったら大学行っても絶対結果出せるっていう、で大学行ってダメなんだったら育成で行ってもダメやから、はい、なるほど、そういう考え方確かにできますね、これはね、うん、どっちが正しいか分かんないよ、はい、これ正しいか正しくないかじゃなくてどっちがいいか悪いかでもなくて、うん、俺はそうっていうだけで、うんうん、好みの問題ですね、そうそうそう、だから俺だったら大学行けっていう、うんうん、で行くとこないんだったらもう勝負しようっていう、は
大学も行くとこない、社会人からお呼びもかかってない、だったらもう育成勝負しようと思うんですよ、うんうんうん、その代わり大学社会人からお声がかかってるんだったら、独立リーグだったら試合あの育成行けっていう、はい、でも大学社会人からお声がかかってるんだったら俺はそっち行けっていう、まあそうですね、育成だったら、うんうんうん、でそこで潰れるようなやつは風呂入っても無理やからってそうですね、うん、いやでも期待ですね、この12人もどうなるか、どうなるかね、はい、これ取っといてさ、はい、新聞を、はい、おーここのこれみたいな、来年支配下になってるかもしれないし、そうそうそう、だからそこら辺もね、注目しながら見てみたいですけど、はい、巨人はだからね、ちょっとあの投手は即戦力系の投手を取ってるんで、はい、来季ね、うん、一気に投手力が変わる可能性もあるんですから、はい、そこら辺を楽しみに、あとなんか平内選手はね、ひょっとしたんですよ、うん、新人王候補に出てくる可能性があると僕は期待してます、はい、戸郷投手に次いで新人王候補にって、うん、なる可能性が十分あるピッチャーなんで、はい、まあ、あのクリーニング手術してるんでね、はい、まあ、ダービー丈夫だと思うんですけど、うん、怪我だけは気をつけてもらって、うん、1年後あるかもかな、はい、楽しみですね、はい、期待しましょう、はい。